味わい鳥ですね。それを、この辺でよく食べられてるおばあちゃんで、こちらのアリス畜産さんの、アリスポークのローストポーク、白菜と生姜の漬物とハーブで、味噌汁にしてみました。以上です。シェフ、今日はいろいろとメニューの怖いちょっと広くして、お魚とか貝とかそういうふうに全部使ってるんですけども、多分いろんなところに見て回ってお魚とかはいっぱい食べてるんだろうなと思ったので、親の思いを引き継いでいく、守っていく、そういう気持ちっていうのはなかなか、ないものだなと思って感を受けました。